マイナス199は第二次世界大戦後にチェコスロバキアの航空機メーカーアビア社が開発しイスラエル空軍で運用された戦闘機である。第二次世界大戦中メッサーシュミット社のボーイフレンド109をドイツの命令でライセンス生産していたアビア社が戦後残された設計図をもとにエンジン等ドイツからの供給で賄っていた部分は 代用品に置き換えて、再度生産を開始して製造した機体。練習機型の CS-199 第2次、世界大戦直後、チェコスロバキアの巨大企業スコダ社の子会社である、アビア社が、ナチスドイツ占領下で、ドイツ空軍向けに行われていた、航空機生産の部品ストックや、生産設備、図面を利用して製造したのが、S、S-199 である。 数々の問題点や操縦士たちからの不評にも、かかわらず、S-199 は、第一次中東戦争中の活躍により、イスラエル空軍の、第一戦の戦闘機という栄誉を得た。チェコスロバキアの操縦士たちは S-199 に、ラバというあだ名をつけた一方で、イスラエルでは、正式にサキーンと名付けた。ただし実際には、 S-199 S はメッサーシュミットもしくはメッサーと呼ばれることが多かった。エンジン整備中の S-199 アビア社は戦後もメッサーシュミットボーイフレンド 19G 型をアビア S-99 の名称で生産し続けたが倉庫の火災で多くのダイムラーベンツ DB605 エンジンが消失したため間もなくエンジン在庫が底をつくこととなった。 そこで、引き続きボーイフレンド 19G の機体を使用し、入手不能となったオリジナルのエンジンでなく、代替エンジンを使用したのが、S、S-199 であった。ダイムラーベンツ DB605 エンジンに変えて、ハインケル HE111 爆撃機で使用されていた、ユンカースイウモ211エンジンと、プロペラが使用されることに決まった。 これらの部品を組み合わせた結果、S-199 の飛行特性は非常にお粗末なものになってしまった。ユモ二2 1 1エンジンは DB605 エンジンに比べて重く応答性に欠け、幅広のパドル型ブレードのプロペラが発生するトルクは操縦をひどく難しいものにしていた。これにボーイフレンド百九の膠着装置特有の狭い車輪間隔が加わり、 離着陸時は非常に危険性が高かった。最後の隠された危険は機銃の同調装置にあり、意図したようにはうまく作動しなかった。実際にイスラエル空軍では数機が次気のプロペラを撃ち抜く事故を起こした。総計550機ほどの S-199 が製造され、その中の何機かは練習機型の CS-199 と、 c-210 に改装された。初引っこは1947年3月に行われ、生産は1949年に終了した。チェコスロバキアで運用された最後の機体は1957年に退役した。イスラエル空軍のアビアス1 9 9イスラエルの代理人は、当時イスラエルが各国から武器金融の封じ込めを受けていた中で、 チェコスロバキア政府とアビア S-199 の購入についての交渉を行った。イスラエルは25機を購入し、うち2機を除いて納入された。第一陣の機体は、イスラエルの独立宣言の6日後、エジプトによる敵対行為開始の5日後の1948年5月20日に到着した。これらは、組み立て後の5月29日に最初の戦闘 テルアビブ南のイスドゥッドと現在のアドハロム橋の間にいるエジプトリー軍への攻撃に送り出された。これがイスラエル空軍第101飛行隊の最初の作戦活動であったが、戦闘において S-199 は信頼性に乏しく、性能もお粗末であることを露呈した。さらに整備上の問題があり、何時以下なる時も1回に5機以上は飛行できる。 状態ではなかった。しかしながら S-199 は、スピットファイアを含む敵機を撃墜した。アビア S-199 は、同年10月末までに、ほとんど一戦部隊から引き上げられ、その時点でわずか6機が運用されていたのみだった。 S-199 S は12月中旬まで散発的に出撃し続け、アメリカ人操縦士のウェインピークは12月15日に同期に登場した。イスラエル軍が独立戦争で使用した S-199 は、ボーイフレンド190-10型と同じ形のキャノピーを装備していた。現在3機が現存している。S-199 と、 CS-199 角1機が、チェコのクベリ航空博物館に、1機の S-199 が、イスラエルのハツエリム空軍基地内にある、イスラエル空軍博物館に展示されている。 チェコ空軍 S-199S199 から178号機 UF-25 チェコ空軍 CS-199CS199 から565号機 UC-26 イスラエル空軍 S-199782358 号機 120D ありがとうございます